ありえねえな、うん、純真だな。その興奮した原因はって聞いたのよ、うん、何で我慢できなかったんだって言ったら、うん、その原因もひどくて、多分ドカーンってなるんだけど、男子テニス部の4つ隣の部室が女子テニス部なのね。女子テニス部のそのスコートが盗まれて、それを返してくださいっていう必死の手書きの張り紙が部室前に貼ってあって、それに興奮したってお願いです返してくださいっていう。バカじゃん。いやでもね、うん、正直